第7回ショータイムカップ、イエーイ。今日はワンウェイゴルフクラブに来ております。そして今回のスポンサーは白留総合法律事務所の池田大輔弁護士から、賞金をいただきました。しかも今回なんと過去最高賞金額です。賞金総額35万500円。わおよお。1位20万円、2位が10万円、3位が5万円、4位が500円。ありがとうございます。510ヤード。もう7番か。早いな。どれだけ左に攻めていけるか。ナイス。ダメ？なったことない。あ、ダメだ。うん、ナイス、フェアウェイ。完璧。はい、ありがとう。いやいや、調子いいわ。あんな左？サンク。え？あんな左。あれでも右なんか。お願いします。おっと。いや、あ、でも抜けた。うん、大丈夫。すごいとこ狙うね。完璧。ヒヤヒヤしたでしょ、今。マジヒヤヒヤ。マジヒヤヒヤ。あれ狙ったんでしょ。まあ、狙ってるね。当たり前じゃん。あそこ狙わないどこ狙うのってところでしょ、これ。木の枝抜けてって間。すごい。カン君が結構守りに行ったから。細い枯れ木の。そう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 。びっくりしちゃった。今日ちょっと俺チーピニストだからさ。あ、大丈夫です。耐えた。満タイ。耐えた。いや、俺今日アウトサイダーだったから。野球しますね。野球はしない。しない。今日はなんかぶちかましてくれんの。はい。ホームランこの前ちょっとホームラン何ヤード。260。3番。はい。これ初めて。初めてです。初めて。大丈夫ですか、動画優秀してきたの。あ、そっか。コースレイアウト知ってます。見てきた、ちゃんと。ちゃんと見てきた。誰がどこ行ったかも覚えてる。マジで。飛距離テレキと同じぐらい。テレキより飛ぶと思う。さすがに。さすがに。さすがにはちょっと飛ぶくらい。失礼じゃない。さすがに。さすがに。みんな飛びすぎなんだよ今日の人。何も飛ぶのみんな。おかしいねみんな。ドラム270ぐらい、まあ、いくっすよ。270、80スプーンで。いや、ドライバー270が普通ぐらいすごく。普通なのそれ。みんなが飛びすぎなだけですよ。そうなの。はい。お、いい感じだね。バンカーか手前か。カイト。カイトはスタートでしょ。でも、あの、赤軍の中だからゴルフできない。最悪。水場作った。230ぐらい、4番で。何今の。すげえ音質が聞こえるんだけど。何してんすか。どうしたんすか。揺られそうになった。今日結構俺極限状態だ。翔太さんが打つときにうえっうえっ。翔太ごめんね。翔太さんマントップ。ごめん飛んでんなこれ。超飛んでるわ俺。200ぐらい。
いいんじゃね。おお、めっちゃいい。めっちゃ近いっすよ。カイトはね、カート道路なんだけど、赤食いの中のカート道路なんで、ドロップできず、ここから打つしかありません。距離は210ぐらい。何番？4番。4番。しゃあない。せー。気づけなかった。ガチトップ。95ヤード。90度。ちょっと手前？戻ってきちゃった。バックスピンで。カン君近っ。マン近。今カイトの顔もめっちゃ近かった。え、カイトの顔もめっちゃ近かった。ズームアップして、そうだ、バンカーだね。これでも入ったっしょ。さすがにね。さすがに入る。これはさすがに入った。打つ前から分かる。あ、こっちか。ナイス。転がれ転がれ転がれ。ナイス。うん、スミカイトバーディーパット。バーディーパット上りのフック。入った、ナイス。よっしゃ、ナイスバーディー。カート道からバーディーや。ちょっと俺今日下向いたらダメだ。オッケー。山の妖精になってる。山の妖精。ナイス。ナイス。何番？3。221。だからもう素振りやめよう。3番円アゲンスト。結構むずいなこれ。めちゃくちゃいい。すじってる。めちゃめちゃいいかも。ありがとう。どこ？227。ああ、もうナイスオン。ありがとう。今日いける？飲み会。いけるいける。大丈夫。ちょっとタクシーで寝かして。227上げ。227上げ。ニュー？ニュー。これえぐいね。あ、やりすぎやりすぎ。ここら辺だな。最悪。そうか。
と左。まあ、ちょっと今見えない。三遊。三遊？おお。翔太、腕も足も太くなったね。トレーニングのせいか。食べ過ぎ？飲み過ぎ？お、うまい。すげえ低い球。まあまあまあ。ちょっと奥？ちょっと奥？うん。ライトは池に落ちたのでドロップして3打目150。9番で。うん、これはいい感じですね。 OK、 ナイス。翔太、左バンカー。どこ行った？今年一きつい。あ、やばい。やば。ナイス。完璧。ハイトボギーパット。うわ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 。パーパット。バディパット。オッケーです。すごいよ。取り方が下向くと気持ち悪いね。翔太さん、パーパット。ナイスパス。カイトはダボパット。ナイスイン。耐えた。入れていく。もうマジできついわ。ティーショット行けば。ちゃんと沈めてるで、2メートルぐらいの。ティーショット池でさ、セカンド3打目がさ、153ヤードだったからね。うん。やばいよ、500円だよ、これじゃ。いいじゃん、牛丼食べれるから。食べれるよ。待って、行こう。ナイス。あ、まあいいや。ちょっとこれ一応待っとくか。じゃあ、風がフォローだから。俺絶対行かないから。ほんと？うん。じゃあ、しなきゃ行こうか。ワンチャン。あれ、なんか今日ほど弱気な俺いねえよ。焦点合ってる。わあ、よくわかんない。ナイス。うま。さすが。あ、かぶっちゃった。ここないからね。ここないっすからね。フィールさせてください。レンジだよね。銅像みたい。大丈夫。しっかり触れてるから大丈夫っす。そうだね。この辺。おなっしょ。超えるの？超える超える。
てるけどギリギリ。うん、超えた超えた。あんねえ今日。何やど？28。はい。うまっ。多分ベタピン50ヤードぐらい。はい。やば。ちょっと手前結構いいんじゃないですか。そんなないよ。30ヤードあ、40ヤードぐらい。40ヤード。何度？58。こういうこともあるよね。あるあるある。致し方ないね。ショータもなんかショートした。あ、これはうまい。止まれ。早っ。早っ。ちょっとカメラ。31、3打目。もうゴルフよりも体調だからね今は。でかっ。ちょっとやばい。うわー、うまい。ナイスです。さあ、シモくん、シモ勇気、バーディーパット。曲がらん。オッケー。バーディートライ。ナイス。バーディー多いね。バーディー多いね。だけどするよバスポンサーしていただきました東雲総合法律事務所の池田大輔弁護士さんは本当にありがとうございました。このチャンネルが面白い、いいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします、はい。